こんにちは、札幌占い病室の山口のことです。今回は、超簡単なソフトモヒカン、イヤイヤ期の2歳児でも簡単にカットができるっていう方法をしていきたいと思います。なかなかね、髪の毛切らしてくれない子供向けのカットでかなり使えると思います。もちろん大人でも使えるスタイルですので、ぜひ、自宅で簡単にカットができますので、これを覚えたら無敵です。さき、ね、さんと共同で作ろうかなと思います。まずですね、バリカンとですね、バリカン安いやつでいいんで、2000円ぐらいのでいいんで、あと100均のジェルとかあれば100均のジェルでもいいです。これはドン・キホーテのハードジェルです。スーパーハードのやつ、一番硬いのでいいです。あと100均のハサミがあればできます。今回セリング使いませんから、ここのね、波形をこういう風に結構細かく入れていくんですけれども、これが要はセリングになるんですよ。こうやって山を作っちゃうと結構この形になっちゃうんで、ここはね、縦にこういう風に細かく波形を作っていただいて、で、この反対側も取ります。さきさん、切るとこからね、ちょっとやってもらおうかなと思うんで、ギザギザに取れないと思うんですよね、小さい子。赤ちゃんとかだと毛がないので、こうギザギザに取れない。それはもうまっすぐでも大丈夫です。ここをギザギザギザってまた取りまして、はい、ここをこう取ります。世紀末みたいな、世紀末わかりますか、の髪型みたいな感じに作る。前髪は全部ね、ギザギザで取っていくんですけど、前髪もこう角ですね、前髪はこう一個角を作っていきます。こういう感じです。多分子供結構喜ぶと思うんで。そして横のね、ここはこうで、でここに馬蹄形って言って、少しこのような感じで作っていきます。はい、でここも上に角を作っていきます。ちょっとねじってあげるといいですね。こういう風に角3本、こういう感じです。はい、で今ね、こんな感じになったんですよ。どういうことかっていうと、こういう感じです。カットするベースを作っちゃった感じですね。だからこのベースを作っちゃえば、あとはもうお風呂で切れちゃうんですね。なのでもうここまでやっちゃえば、お風呂場であとバババってやっちゃえばですね、カットクロス嫌いなお子さんもいらっしゃるので簡単にできるかなと思います。さっきギザギザに取ったところもなぜそうしたのかっていうのも見えてくるんで、まずね、この状態で1回写真を撮ってあげると結構喜んでもらえるんじゃないかなと思うので、これでちょっと、そうそう、バリカンをね、刈り上げですよ、刈り上げ、普通の2ブロックしたいんで、これ一応3ミリ使ってます。そうすると ラインというよりはギザギザのラインが残ってくれるんで、そこでいいと思います。セニングある方はストレートまっすぐにラインを2ブロックラインに取ってもいいんですけど、結構ラフで大丈夫ですよ、ね、境目が分かりづらい。うん、そうそうそう、そんな感じで大丈夫です。で、後ろも切る。こういう芸人いなかったっけ、そうだね、オファースターに出てる、オファースターバンドなんだっけ、うわーって声出す人、え、知らない、あれ違ったっけ、あれなんかいたよね、こういうドラゴンボールのみたいな髪型してる人。まあいいか、はい、こうやってこう入れないでほしいんですよね。そうすると先ほど取ったギザギザのところが消えちゃうので、全部こっち側から入れてほしいです。こういうふうに、はい、こういうふうに入れてください。こっち側ですね、はい、こういうふうに入れていきますね。ちょっと僕がやってますけど、まずね、皆さんちょっとやってみると分かると思うので、分かんない方は繰り返し見てみてください。結構短くめでね、もっとちょっと短くていいかな、はい、そのくらいでいいです。で、この長さを覚えておいてもらって、そうですね、反対側を切ってもらって、はい、ここを切ってもらいます。バックを切った方が一番真ん中のバックですね。そしたら点を結びやすくなるので、そこを切ってください。これではね、指切る必要もないので、こういうふうに切っていけば、そしたら今度先ほどのサイドとバックをつなげるような感覚で長さを切ります。はい、じゃあ今度反対側をお願いします。はい、そしたら今度はまだ切れてないところは後でねやるんで、今度はこの角ですね。はい、じゃあ横のね、長さと同じぐらいでちょっとバツって切ってもらっていいですか。そこをちょっと見づらいかな、はい、お願いします。はい、ザクッと切ります。はい、こことここをつなげるような感じで、まあ、実際つながらないんですけど、そこを切ります。で、引き出す角度としては、これをなるべくこの頭皮に対してこう角がまっすぐくるような感じで引き出してください。はい、はい、
そしたら今度前髪の方をカットしていきます。今度ねセンターに集めてセンターにですねこのまま、うん、これまこれで大丈夫です。ちょっと前髪この辺で切ろうか。はい、お願いします。こう切ってください。はい、で、そしたら、この状態で、もう固まってるんでハサミで全体のバランスをちょっと整えていきます。ちょちょちょんとこの周りをですね、で出てるところとかはね切っちゃいます。うん、そんな感じで本当に工作やるみたいな感覚でいいので、揃えるというよりもちょっとバラバラにしながら、はい、お願いします。そうですね、そう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 、いいね、いい感じ。なんか結構固めてるから切りやすいでしょ。あ、そしてあと1点ね、良さがあるのが、子供って髪の毛切ったら目に入ったら嫌がるじゃないですか。なのでこれでやった、そこも結構切っちゃっていいですよ、同じ長さぐらいで。子供がこのジェルつけておくことによって目に入らないですよね。なので束でボトって落ちますから、そういう部分に関しても小さいお子さん切ったりするときはこの方法すごく、いいと思います。部分的にちょっと整えていってもらって、はい、下も切っていっておかしくないようにちょっと整えてもらえれば大丈夫です。盆栽切ってるみたいな、そんな感覚でいいですよ。髪の毛切るんだけど盆栽やるみたいなね感覚で切るのがベスト。そう、盆栽を切る感覚です。髪の毛切ろうとすると難しいので、盆栽だったら皆さん切れると思いますよね。なんでもう盆栽切る感じ、そう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 、そんな盆栽切る感じでお願いします。で全体をね横とかももう一回確認していきながら、はい、盆栽みたく切っていきます。はい、フォームとか使わないでねそのまま切っていきますね。そしたら、バリカンでもう一回ちょっと整えていきましょう。でね、皆さん溶かすとギザギザに取ったところがなくなっちゃうので溶かさないでください。まあ、一般的にツーブロックはねストレートラインでやることがまあ一般的なんですけれども、まあ、セミングをね、お客さん持ってないこともありますので、そういう方はこういう方法で対応していただけるといいかなというふうに思っております。今流して洗ってきたんですけど、こんな感じに、まあ、ちょっとね美容室とかで切るのよりはまあちょっと雑なんですけど、まあ、2歳児とか子供であれば全然いけるんじゃないかなというふうに思います。はい、こんな感じですね。子供だったら切るところはまあないですからね、結構いいよね。はい、で、1個ねポイントとしてはセリング使わないかったじゃないですか。でここのギザギザのラインが、ラインを作っちゃうとやっぱり上から落ちてる毛もバツってなっちゃうんで、ここをねやっぱりギザギザにするとセリングなしでもいけるってことですね。まあ、本来は使った方がセリングとかあるんであればまっすぐに取っていただいて、やっていただいてセリングでぼかしてもらった方がいいんですけど、ないっていう方はこういう風にギザギザ波形で取っていただくと大丈夫です。はい、でこれちょっと乾かしてねちょっとスタイリングをしてもらいましょう。はい、お願いします。絶対で乾いた。はい、なんかアシメトリーになったね、自然と。なぜかそこは縦にハサミ入れながらちょっとぼかしていく感じの方がいいかなと思います。はいはい、そのなんか長いのなんだろうやつね。はい、で反対側、こっち側なんかちょっと重いんでちょっとザクザクでお願いします。はい、いいですよ。はい、ちょっとスタイリングをしてください。それなりにね、結構できるんで結構いいね。どう？でね、結構横とかをタイトにこうやってしてあげるとで前センターこう上げたりもねできるとちょっとおしゃれな感じで、こういうところはね、ちょっと切ってあげるといいと思います。少しここを円を描くような感じでこういう風にしてあげて、ちょっとハサミ取ってもらっていいですか、100均のやつ。はい、でこれをこう切ったら、引っ張ってこのままこう切っていくと、こんな感じでやるといいと思います。こういう風にねちょっと取って、あともう盆栽ですよ、本当盆栽切る感覚でこうやって切る感じで大丈夫なんで、
こんな感じで大丈夫です。これこういう子供スタイルでも大人スタイルでもいけますけど、結構かっこいい感じになったかなと思います。はい、ちょっとくるっと回してください。そう、こんな感じにね、結構蹴れるんで、この美容室でやったみたいですよね。はい、ちょっと、はい、で、前のラインもね、ボケてるの分かると思うんですけど、スリング使わなくても周りのラインはボケますので、はい、こんな感じになります。はい、今回はね、このような感じで、まあ、ハサミ入れたのはさきさんが入れてもらったので、まあ、こんな感じ、ブロッキングができれば誰でもできると思うので、まあ本当に美容室も行けないような、まあ、お子さんとか、多分本当ね、小さい子とかだったら家でもこういうふうに切っちゃった方が結構良かったりするんで、まあ、お風呂場でもできますから、バリカンも本当高くなくていいんで全然できます。これは悪くないよな、大人でもいけるでしょ。はい、で結構センターもこういう風にここ短く切ってるとこういう風に立ち上がるスタイルできますので、はい、これもね本当使えます。かなりめっちゃ使えるんで、でアシンメトリーとかもあるんで、それは今後ねまた時間見てちょっとやりたいと思うんで、アシンメトリーのメンズスタイルとかも簡単にできるんで、まあ、こういう風に自宅でできるセルフカットの動画みたいなのをちょっと今後も上げていけたらいいかなと思ってるんで、さきさんはこれ2個切れるようになりました。で自宅でシェアとかしていただけると非常にありがたいので、まあ、いろんな人がね家でカットできるような環境を作れれば、まあ、美容師としては困るんですけど、まあ、どうしても家出れないっていう環境もあるんで、そういう時は、こういう動画を使っていただければいいかなと思うので、ぜひシェアとかしていただければいいかなと思います。よろしくお願いします。はい。